皆さん、こんにちは。マーティン。で、アードミラクルボーイ、キングドクです。献立レシピに悩んでいる方はおりませんかそこで告知です。冬野菜をたっぷり使ったメニュー、全3回行います。10時から12時までだそうです。同じメニューに悩みがちの献立いますね。主菜プラス副菜2品のメニューを作ります。時短メニューを調べて、ちょっとしたデザートも追加で作ろう。これ、調理室。ハグの第4地カ加藤センターの調理室で、まあ、いろいろレパートリーを増やせます。いずれも木曜日です。 2月3日、白菜の会。2月24日、大根の会。3月10日、ネギの会です。担当は中川大の在宅栄養士の小林恵美先生です。在宅ワーク、確かにブームですね。だ玉食堂がメインで、はい。1人500円。持ち帰り用のタップ、容器、はい。なお、参加できる方、はい。おりますでしょうか。会食はございません。テイクアウトです。QR コードからも読み取りできます。はい。だ玉の里にて、はい。 コロナーの感染状況によって中止にされる場合もございますのでご注意ください。以上です。バイバイ。